それではこちらがグラスニアのセントコルペニックチャペルです。どうぞどうぞお進みくださいませ。階段の前でこちらお立ち止まりください。それではこちらですね。すごいですね。あ、本当ですか。めっちゃ綺麗です。ありがとうございます。そうです。結構皆さん雑誌とか、ゼクシーとかよく見てくださってグラストニアにお越しいただく方多いんですけど、実際に皆さんお写真で見るよりもう実際にこうやって見た方がいや全然ずっといいですっておっしゃってくださる方すごく多いんですよね。渋さんもそうやっておっしゃってくださってすっごく嬉しいです。ありがとうございます。はい、で実際に今やっぱり一番最初に目に入ってきたのは渋さんこちらのステンドグラス、あですよね。ありがとうございます。ステンドグラスなんですけど実は今自然光で光ってます。自然光なんですね。そうなんですよ。結構意外に照らされてる。人工的な光でやっぱり照らしている会場様も多くあるんですけれども、はい、実はグラスには全部自然光で光っております。なので実際にちょっと一日を通して移り変わりといいますか、はい、午前中と午後のお式でちょっと顔色を変えてくれるのがこちらの教会の魅力でもございまして、午前中でしたらちょっと白っぽい光がスーッとここの教会に入ってきてちょっと幻想的な白っぽい教会にもなるんですけれども、午後のお式になりましたらこちらの教会が実は西を向いて立っておりますので西日がここから入ってくるんですよね。そうなんですよ。そうするとそうなんです。ありがとうございます。なので西日が入ってくるとちょっとオレンジ味のかかった温かな空間にもなってくるので、お二人が選んでいただいた時期とかあとは時間帯によってちょっと顔色を変えてくれるのがこちらの教会の魅力にもなっております。なので神父様がどんな時期を選ばれるかによってすごい私も楽しみであるんですけれども、はい、なので実際にそちらの教会の雰囲気っていうのがだいぶ変えて見ていただけるっていうのはこちらの教会の特徴の一つにもなります。はい、そしてですね、当日はお二人こちらに登場していただいてこのバージンロードを歩いていただきます。はい、で前の祭壇場にある祭壇場までご案内をさせていただくんですけれども、今日はちょっと当日までのお楽しみということにさせていただいて、ゲストの方が通っていただく道をご案内して前までご案内したいと思います。はい、ではお足元お気をつけください。それでは当日もですね、ゲストの方こちらの道を歩いていらっしゃるんですけれども、渋さんは今ちらっと上見てくださいましたね。ありがとうございます。でも実際にあちらのステンドグラスを皆さんこうやって見上げていらっしゃって、ああすっごい素敵、こんなところでお二人お式するんだってお話ししながらこちらのお椅子までおかけいただきます。よろしければお二人おかけください。どうぞお進みください。はい、よろしければおかけくださいませ。はい、すみません、私も失礼します。それではですね、またちょっと近く見てみるとすごい素敵ですね。ありがとうございます。上ばっか見ちゃいます。あ、そうですよね。ちょっとぐーっと上見上げてしまいますよね。天井高いから。そうですね。そうです。本当にこれだけ天井高も実は20メートルほど。20メートル。はい、ございまして。はい、今私普通の声でこうお話をさせていただいているんですけど、かなり響いてますよね。そうですね。渋さんの声も響いているかと思うんですけれども、はい、実はこの響いてるので演奏当日の演奏もすっごく響くんですよね。あ、確かにそうなんですよ。ちなみに当日の演奏とかって、はい、どういう感じなんですか？ありがとうございます。素晴らしいですね。当日なんですけど、はい、ちょっと私見ていただきたいのが後ろなんですよ。ここ2回くると。こちらにオルガン奏者が1人立って演奏させていただきます。すごい。今日実際に聴いていただけない本当に残念ではあるんですけれど、はい、もう実際に聴くともう本当に心をちょっと委ねてしまうような落ち着く音色がもう当日聞こえてきます。ただでもオルガンだけじゃないんですよ。看板だけじゃない。じゃないです。実は、はい、こちら左手にですね、はい、お歌を歌う聖歌隊っていう人という聖歌隊がいるんですけど、3名ごめんつきます。3名。はい。三段さんの。あ、そうですそうです。三段さんのところに3人立ちまして、プラスで右手にですね、1人立ちます。なので聖歌隊が計4名。はい、つきます。すごそうですね。そうだね、4名とオルガニストがいてになるので、しかもこの天井高で聖歌隊当日全力なんで、もう響き渡って仕方がないと思いますが、もう当日聞いていただくと本当にこの教会内がちょっと震えるかのような音色になるので、まあ迫力もそうなんですけど、ただ迫力だけじゃなくってちょっとどこか落ち着いてしまうような。空間にもなってまいります。でも実はそこにもう一つプレゼントって言ってあれなんですけど、1人追加でトランペッターもつきます。ここにトランペッター、そうでしょ右手に聖歌隊の1人の横にトランペッターがあちらですね。あ、そうですそうです。トランペッターってなかなか珍しいですよね。そうなんですよ。なかなか聞かないですよね。聞かないですね。友人の結婚式とかでも聞いたことが多分今まで私はないかもしれないです。そうですよね。いや本当に神父様のおっしゃる通りでですね、結構大聖堂の結婚式だと、オルガニストがいて聖歌隊がいてっていうのはベーシックではあるんですけど、トランペッターがいるっていうのはちょっと珍しい作りになってます。ただでもトランペッターがなぜいるかと言いますと、グラスタニアはこのイギリスをモチーフにさせていただいている結婚式場でして、その結婚式でイギリスのお祝い事っていうのが実はトランペッター奏者のファンファーレから始まるって言われてるんですね。なので当日新郎様のご入場の時にはトランペッター奏者のファンファーレから始まりまして、でお二人がご退場いただく時っていうのもお二人が「一安心、あよしき終わったね」ってニコッとしながらトランペッター奏者のファンファーレでお見送りをさせていただきますので、そういったちょっと意味合いっていうのもございます。でもただそのトランペッター奏者がいるっていうのも珍しいんですけど、どうしても音がかなりちょっと大きいんですよ、トランペットってなのでどうしても繁華街とか名古屋駅の近くだったりすると、もうトランペッター奏者自体がダメっていう会場もあったりはするので、私たちはその思いイギリスの本当のお祝い事っていうところを重視させていただきたいっていうことで、ちょっとこういうハラハタっていううちに作らせていただいて、実際にご用意をさせていただいている形になります。なので神父さんも珍しいですねっておっしゃっていただいたと思うんですけど、当日ゲストの方もまさにその気持ちだと思いますトランペッター奏者いるのって驚いていただくと思いますし、ちょっとなんですかね、より記憶に残していただけるかなと思いますはい、そうですね。あとはちなみに感じていただけたら嬉しいんですけど、はい、お花の香り感じませんか？しました。さっきこう扉が開いた時にいい香りだなと思って。ありがとうございます。そうです、さすがですね。香りもちゃんと敏感で。でも実際にお二人が感じていただいたようにですね、香りも私たちちょっと大切にさせていただいてまして、先ほどお伝えしたみたいにこちらのイギリスっていうなんですかね、モチーフにさせていただいて結婚式場なので、この教会自体もそのイギリスの教会をモチーフにさせていただいてます。なのでその教会、私たちはこの教会って場所っていうのをすごく大切にさせていただいているので、何ですかね、すいません大切にさせていただいているので、はい、私たちオーナーの思いっていうのが実はございまして、その作り物があんま好きじゃなくて、私たちのオーナーが。でそのオーナーが思いとしてあるのが、ただただ作り物が嫌いっていうだけじゃなくって、この教会っていう場所に嘘偽りのあるもの絶対置きたくないっていう思いが実はございます。なのでこの教会に今飾らせていただいているお花っていうのも全部聖歌でご用意をしております。なので今香っている香りも全部ユリのお花から香ってますめっちゃ綺麗です。ありがとうございますそうなんですよ。もう本当にとかのフラワーコーディネーターが毎日手入れをさせていただいて、毎日です。そうですありがとうございます。で実際にまあグラストニアが2008年にできて、まあ、10年少し経ってるんですけど、もう本当にその10年間365日も欠かさずそのフラワーコーディネーターがもう成果でずっとご用意をさせていただいております。それの先ほどお伝えしたそういう偽りのあるものじゃなくってっていう思いから造花ではなくって必ず成果でこの教会内をご用意させていただいているんですね。だからこそこれだけこんな広い空間に香りが充満するんですよ。すごいですね。ここにあるお花とかもですか？あ、そうですそうです。こちらのお二人が通っていただくバージンロードにあるお花っていうのも全部。すごい。毎日。当日神父様は今日お二人が感じていただいたように香りっていうのを扉開けた瞬間に「すごい香りいい香りがするね」ってゲストの方もおっしゃっていただけますし、より香りとこのお二人が立っていただいている姿とあとは音色っていうので本当に五感で楽しんでいただける、記憶により残していただけるような作りといいますかご用意をさせていただいている形になります。ありがとうございます。実際にもう一つちょっと魅力といいますか私の好きなポイントでもあるんですけれどぐるっと見渡していただきたくって、で壁の色味にちょっと注目していただきたいんですね神父様。はい、こちらちょっとクリーム色をしてるような真っ白じゃないですか。というか真っ白なイメージが、強いなって思います。そうですよね。結構結婚式場だったりすると真っ白でとかが多いと思うんですけれども、グラストニアは意味があってこの色にしてるんです。でなぜかというと当日お二人あちらに立っていただきますよね祭壇場の前。はい。はいで新郎神父様こう立っていただくと思うんですけど、はい、神父様当日お召しいただくウェディングドレスあると思うんですけど、真っ白ですよね。真っ白だと思います。真っ白を選んでいただくかなと思うんですけど、その真っ白なお二人のそのお姿、ウェディングドレスをお召しいただいた神父様のお姿っていうのがより綺麗に見ていただきたい、映えていただきたいっていう思いから実はこのお色味にさせていただいてるんですね。なので一番分かりやすいのが前方のユリのお花、ご覧いただくと分かりやすいかなと思うんですけど。めっちゃ綺麗ですね。ありがとうございます。ちょっと切れてるかのように見えますよね。で実際に姿っていうのが神父さんのより綺麗ですねっておっしゃったと思うんですけども、神父さんはそんなものになります。なので実際にそれこそ見ていただくとウェディングドレスの後ろ姿っていうのが。すごい。すごい。そうですよね。もうすごいの一言ですよね。これ長いの着れるのがいいなって思いました。トレンが素敵ですよね。ありがとうございます。ここにこう広がって、ありがとうございます。結構その神父様がおっしゃったみたいにこの裾の部分、ウェディングドレスで長いものもあれば、まあ、短いのもあったりはするんですけど、結構グラストニアの花嫁様は長いのを選んでくださる方が多いです。なんかこれ見たら長いのがいいなって。そうですよね。ならって思っちゃいます。そうですよ、想像してしまいますよね。でも実際も来てほしいなと思います私も。なので実際に、まあ、なぜその長いドレス選んでくださる方が多いかっていうと、ここに段差があるからなんですよね。そうなんですよ。中にはない会場様もあったりはするんですけど、やっぱり結婚式って後ろ姿を見てくださるお見せすることが多いと思うんですけど、そのお姿っていうのがやっぱり後ろ姿、神父様のこのお召しいただいた美しいトレーン裾の部分がもう端から端まで見えるように段差をつけてるんですよ。なのでこの後ろ姿っていうのをこのお色味もそうですし、この広がってですねお姿を収めてお写真も収めていただけますし、特に女性の神父様のご友人の方だったりはもう釘付けですね神父様に。はい、もう憧れの20分になりますので、実際に、こういった想像してくださってこの教会の想像をして、あ、じゃあここの教会だったらこれだけ長いトレーンでも絶対綺麗だなっておっしゃっていただいて選んでくださる方も実際にいらっしゃいます。ぜひ神父様も、はい、はい、今から膨らんじゃいますね。もうそうですね、楽しみになってきます。ですか、よかった、よかったです。もうお見せして正解でしたね。ありがとうございます。まあ、なので本当にこのお二人のお姿っていうのと、もう香りともう音色ともう全てを感じていただいて、もう五感で楽しんでいただけるっていうのがこちらの教会の魅力の一つにもなっております。はい、で実際にこちらの教会でゲストが座っていただくんですけど、その前にお二人のご入場があるんですよね。ゲストが座っていただいて、まあ、ご入場にはなってくるんですけど、はい、そのご入場の扉口っていうのが私結構このグラストニアで好きなポイントの一つでもありますので、お二人に見ていただきたいと思います。はい、はい、でお二人お立ちいただきましてですね、くるっとあちら、見ていただきますとですね、扉口に見えますか、足元に3段の段差が、見えますかね。見えます。見えます。ありがとうございます。3段の段差って、これ設計験上ってどうですか？いや、入った入り口のところにあったところは見たことがないです。あ、ね、そうですよね。同じ高さというか目線が一緒っていう。目線が一緒、そうですよね。いや、神父様のおっしゃる通りでして、実際に新郎様も感じていらっしゃるかもしれないんですけれども、3段の段差が実際にはなくって、このバージンロードに沿って扉口があるっていう会場様が実は多くって、3段の段差って本当にグラストニアぐらいかなっていうぐらい珍しいものではあります。ただ、じゃあ、まあなんであるのかなっていうところだと思うんですけど、実際にお二人が神父様のご入場の時っていうのは皆さん立ってこうお迎えされると思うんですね。でその時にどうしてもこの段差がないと神父様の目線とゲストの方の目線っていうのがもう全く一緒なんですよ。なので特に女性の方だとあると思うんですけど、前に背の高い男性の方がいらっしゃる。ああ、そうですよね。さすがもう勘が早い。なので実際に立っていらっしゃったりすると、もうお姿もまるっきり見えなくなってしまう。あとはもう端っこに座っていただいた方だったり、あとは一番前に座っていただく親族様のお席だと、もう本当に神父様の姿が全く見えなくなってしまうんですよね。なので、まあ、そういったことがまずないように、あちらの3段段差を作って、ちょっと高い位置にお二人自身が立っていただく。そうすると、もうどこから見てもゲストの方は一望していただけるんですよね。で実際にウェディングの入場、タキシード姿の新郎様とウェディングドレス姿の新婦様っていうのは、この挙式の入場シーンが初めてゲストの方を見るシーンなんですよね。なので、そのお姿っていうのがどの方にも少しでも見えない方がいらっしゃるとは私たちの本望ではないので、皆さんが立ってでも見ていただけるようにということで、ちょっと3段の朝をご用意しております。なので本当に私はこの3段の朝がもう結構大切だなって改めて感じるところではあるんですけれど、実際にあちらの段差登ってこの意味をご存知になってから見ていただくと、ちょっと景色が変わってくるかなと思うので、実際にちょっとご覧いただいて。ご移動いただいてもいいですか。はい、はい、すみません。では失礼します。それではですね、実際に見ていただくんですけれども、実際に私のご担当させていただいたお客様がおっしゃっていた言葉でもあるんですが、披露宴の時ってお二人がゲストの方を排斥していただくので、どの方がどの位置に座ってらっしゃるかって大体ご存知ではあるんですけど、この挙式の時はもう唯一ランダムなんですよね。もう入った方からかけていただいてっていう形になるので、開いた瞬間、扉開いた瞬間にあ、ここにこの子がいるとか、一望できてよかったですっておっしゃってくださる方がいらっしゃって、実際にでお言葉いただいて、本当にその通りだなって改めて感じたんですけど、実際にちょっと神父様立っていただくと、その意味が分かっていただけるかなと思います。なんか見え方が変わってる気がします。そうですよね。で実際に扉開けた瞬間の眺めがここにはなってくるので、実際にゲストの方もお二人のお姿を見ていただきます。そうなんですが、お二人神父様と白様が見た瞬間、お二人もゲストの方を一望していただければいいですよね。なのでおばあちゃんが甘えの方でちょっと涙拭って泣いちゃうやつです、ね、泣いちゃいますね。もう今もう見えてますよ。私にはちょっと見えてるね実際にその姿が見えたりとか、友人の何親友の何々ちゃんがちょっと手震えながらきれいって見てくれてるとかを実際に見ていただけるっていうことだったので、本当にこの3段の朝っていうのはすごく大切なポイントだなって、私本当に魅力的なグラス園の大切なポイントかなって思っております。はいではですね、ちょっとグラス園教会の集会は以上となります。ではちょっとこちらの教会ちょっとね見たいなって思ってくださった方、チャンネル登録待ってますのでぜひお越しください。